おはようございます。私は今何をして活動してるかっていうと、なんと私本日ロング卒業します。やばい、髪型を私がついに変える時が来ました。で、だからそうです、本日は美容院に今から向かうんですね。で、パッと私はもうやっぱり髪の毛切ろうと思い立ってしまって髪の毛を切ることにしました。で、なんか本当は別に動画撮る予定じゃなかったんですけれども、まあ、ちょっと急遽さすがに動画撮ろうということになって、で今日はその切った後にまあムクと合流して、まあムクの反応とかもね撮りたいなと思っております。いやマジで、いや私だってロングいつからやってたっていう話で、なんかボブとか、ね、全然したことないから、もう本当に4年前からずっとロングっていう感覚なのよ、うち的には。それをついに、まあどんな髪型になるかはちょっとこの後まあ言わずに完成形を一緒に見てみんなも知ってもらいたいなっていう感じなので、今どんな髪型にするかここでは言わないんですけど、結構ねボブを見たいっていう人多いの。えなちゃん黒髪ボブやってくださいみたいな、切りっぱなしボブっていうの絶対似合うよって言われたんですけど、だから多分ファンの子はそれをやってほしいっていう人が一番多いのかなって思ってる。早くメイクをするんだ、早く。いや本当にいい加減にしたい。いやでもドキドキですよ、未だに。本当にいいのって、ロング卒業しちゃっていいのって。楽しいからさ、やっぱロングって。最近イベントとかも多かったし、撮影とかでいろんなカットを撮るってなって、いろんな髪型に変えたりとかするときに、やっぱりロングっていろんなことできるから楽しいんですよ。だからさ、それがさ、やっぱさ髪切ったらさできなくなっちゃうじゃん。それがやっぱりちょっと寂しい感じはあるんだけど、でも十分楽しいんだよねって。ロングのヘアスタイルはいろいろ、え、マジで緊張する。え、似合うかな。本当に似合わなかったらほんまにどうしようっていう話なんですね。今日はラメなしの涙袋メイク、もうえなちゃんやってみてほしいっていうコメントが前田のメイク動画であって、ちょ挑戦してみようと思って。涙袋ちょっと可愛くない、このアイシャドウ。新しいの買ってみたんですけど、めちゃめちゃ涙袋にいいので、もう毎日メイクやったばっかなんですけど変わりそうです。ほんまにいい加減にしてください。ちなみに何使ったか教えといてあげよう。アンドビーのクリームアイシャドウピンクゴールドっていうやつ、これを毎日メイクで使ってたハイライトの上からこれ塗っただけ。めちゃくちゃ可愛いかも、この涙袋。なんかツヤっとして自然とぷっくり。何これ、メイク動画、メイク動画になっちゃった。だからちょっと今日はね、私個人的な動画になっちゃうんですけれども、せっかくなんでね、髪切ったらねちょっと見せたいじゃないですか、ムクさんにも。でももともと今日会う予定あったんで見せれたんですけど、もともと別に動画撮らなくても。だから昨日ムクに、もう見納めしときやーって、いっぱい写真撮りやーって言ってきました。このうち最後やけんって言ってました。あんま写真撮らなかったですけど、の割にはあの人大丈夫、もうロングのうち終わっちゃうけど大丈夫。え、みんなもロングのうち終わっちゃうから、なんかスクショとかしといたらいいと思う。どんな感じ。はい、ということでメイク完成したので、このまま着替えて早速病院に向かっていこうと思います。行ってきまーす。あー、お願いします。カットどうする。カットはなんか全体的な長さ的にはもうこれぐらいにしようかなって思ってて、でレイヤーを結構入れたいんですよ今回。そう、こういう感じにしたくて、いい、ね、顔周りも結構短く入れてっていう、今結構さ重めのスタイル、ほとんどもう段も入れてないし、うん、まあ、ほとんどついてもない状態なんだけど、はい、がっつり量変わるから、うん、ちょっとなんか動きが出るスタイルなんだけど、それ大丈夫。逆に動き出してもいいかな、はい、そうですね、なんかずっとストーンって感じだったから、ね、こうふわっとした感じでいいね、やりたいなと思って。めっちゃ切るよ。いやーやばい、こんな切るの本当にやばい、緊張する。大丈夫かな。やっていこう。お願いします。お願いします。これのこの上から上、うん、はい、こんだけ切ります。やばいやばい、切ります。いきます、せーの。うわぁ、うわぁ、やばー、短い、やばい、短い。え、何年前の髪の毛ですかそれ。毛先 JK。 やばい、こんな昔の髪の毛、全然違う、超変わる、もうワクワクで。この日がいつも美容院行く時って、うん、その私何も決めることないから、あ、そうね、みんななんか次のから何にしようとか髪の毛切ろうかなとかあるじゃないですか。それ確かに、私毎回もうもはや注文もしないじゃないですか。座ってメニューの確認だけしかいつも通りみたいな。だからこんななんかこう、確かに、ね、どういうのにしようとかちゃんと見てとかが久しぶりすぎて、マジでなんかもうワクワクが止まんなすぎて。そうだよね、やばいみたいな。じゃーん、うわー、短っ。こうやるとめっちゃわかるな。めちゃくちゃ軽い、短くなったの。切りました、できた。やばー、
時間ここにあるのやばいですね。すごい嬉しい。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんか違う人見てるみたい。めっちゃマジ違う人みたい。後ろから見たらすごい。ありがとうございます。嬉しい。はい、ということで今ムクと待ち合わせしてる場所に着いたので、まだムク来てないんですけど、これから待っていこうと思います。やばー、切りました。めっちゃ切ったね。なんか思ったより短くなった。やばー、かわいい。やばいね。なんか大人っぽい感じになってね。確かに、逆にいいじゃん。切りました。え、めっちゃいいね。普通にムクより短くね。いや全然短い。なんかクラゲみたいな感じでやってます。え、どう自分的に。え、やばい、楽しい。楽しいよね。うん。いや、待って、やばい、待って、やばい、誰。ということで、今日は記念にプリオといます。はい。え、いちご飴も食べたい。あ、わかる。え、てかりんご飴食べたいんだけど。やばー、何してんのって感じ。すいません。そうだね、これもう違う人だもんね。違う人、やばいです。やばい。いやー。はい、買ってきました。買ってきました。いちご飴を食べたくなったので、はい、食べようと思います。え、でも今日マジでちょうど食べたかったの。え、ガチ、うん、最高やんか。はい、乾杯。乾杯ちゃーん。いただきます。うん、うん、どう、切ってみて。久しぶりでしょ。だってロングがまずさ、どんぐらいやってたの。2年、3年ぐらいやってた。3年もやってたか、うん、やばくない。3年で、やばい、やばいし、うん、なんか普通今満足感が高いのね、うん、もう切りたいってもうバッて切ったから、うん、満足感っていうだけなんだけど、うん、これよく思い切ったなっていう。なんでうち切るって踏み切ったんだろうっていう、ね、何があったわけでもなくない。なんかでもその欲って期限あるなみたいな話したじゃん、この間メイク動画で、うんうんうん、その話をしてる時に、いやマジでそうだなって思ったから言ってたのね、うん、でそのぐらいの時にもうずっと髪切りたい欲はあったじゃん。髪型変えたいみたいな、うん、いや今やるしかないなってなって、うん、やばいね、うん、どうですか、ニューエナピー。みんなどうですか。コメントでいっぱい褒めてあげてください。前の方が良かっただけは本当にピンクで。でもやっぱこういう髪型するなら黒髪とかだと雰囲気出るねって言ってた、うんうん、やるのめっちゃ可愛いなった。なんかさ、古着系とかめっちゃ似合うもん。え、なんか違うファッションもね、うん、やってみたくなってきたよね。わかんの、楽しすぎ。楽しみなんですけど。やばいかも。やばいよね、うん、そんな感じ、うん、なんか他に聞きたいことあったら全然何でも答えるよ、今なら。え、なんか10、そうですね、8、7、6、あの代官山とかでお買い物してそうだなって思いました。ありがとうございます。質問に答えようかなと思ったらなんか感想いただきました。ありがとうございます。でもとっても可愛いと思います。本当に嬉しいです、うん、まあ、またね、ムクさんがじゃあ今度イメチェンするときは密着させてください。坊主、ね、待ってます。その時はじゃあまた密着させてください。お願いします。じゃあ以上でございました。はい、今後のエナピも楽しみに。は